ビーマニシリーズとは、コナミが制作した音楽ゲームの統一ブランド名、及びシリーズ。正式なブランド名はビーマニ。この名称は、シリーズ第一作である、ビートマニアの略称から付けられている。アーケード版の各種権利は、コナミグループ再編に伴い、2016年11月1日付で、コナミデジタルエンタテインメントから、コナミアミューズメントへ移管された。 なお、同社の音楽ゲームでも、ダンス、ダンス、ダンス、や、マーシャルビート、グー、グー、サウンディー、ビートギャザーなどはこのシリーズには入っていない。また、日本版、カラオケレボリューションもシリーズには含まれないが、一方で、日本国外版の、カラオケレボリューションは、ビーマニシリーズに含まれている。複数のタイトルをプレイして、条件を満たすことで、 それぞれのタイトルの楽曲がプレイできるようになる企画が行われることがある。また、書き以外にも、グミフィフスアニバーサリーパーティープレゼンテッドバイビーマニア、ビーマニー東方例大祭2015プロジェクトのように、複数の機種を同時に対象にしているが、楽曲解禁は、それぞれの機種で個別に行う合同イベントが行われることがある。従来は、メダルゲーム。 カジノ機器を制作していた、コナミ株式会社 GM 機器事業本部により、ビートマニア、ポップンミュージックが、AM 機器事業本部より、ダンスダンスレボリューション、ギターフリークス、ドラムニアなどが開発されていた。しかし2000年3月に、GM の音楽ゲーム開発部門が、AM に移管され、AM 事業本部として、東京都新宿区に移動、また旧 AM 機器事業本部は、 AM 神戸事業所へと変更した。この際に、ビートマニアと、ポップンミュージックの、公式サイトの移転も行われている。コナミの事業統合により、B マニプロダクションが発足した現在でも、上記の2カ所で開発されている。家庭用作品については、統合前は、ビートマニア、ビートマナイアイドックス、ギターフリークス、ドラムニア、キーボードマニア、パラパラパラジセは、 旧コナミコンピュータエンターテインメントジャパン、ダンス天使レボリューションは、旧コナミコンピュータエンターテインメント東京、ポップン。ミュージック及び、ビートマナイアイドックスセブンススタイル以降は、旧コナミコンピュータエンターテインメント横浜、後に、コナミコンピュータエンターテインメントスタジオで、開発されていた。また、ゲームボーイ版の初代、ビートマニアギガバイト、ポップンミュージックギガバイトは、 旧コナミコンピュータエンタテインメント神戸で開発されていた。現在は、旧クス3社の合併とともに、ビーマニプロダクションが発足し、家庭用、業務用の開発チームも統合されている。すべてのタイトルに共通して用いられるものもあれば、一部に対してのみのものもある。2008年に発売された、ニンテンドーの音楽ゲームソフト、大合奏。 バンドブラザーズデラックスにおいて B マニシリーズの楽曲が複数ダウンロード配信されている。これらの楽曲はすべてユーザーにより投稿され審査に合格したものである。なお、楽曲はすべてジャスラックに登録されている楽曲のみであり、すべての B マニシリーズの楽曲が採用されるわけではない。好みによる公式配信ではないものの、携帯ゲーム機で、 ビーマニシリーズのコナミオリジナル楽曲がプレイできるのは2000年に発売されたゲームボーイカラー版ポップンミュージックギガバイト以来となる。なお、コナミ自体による携帯ゲーム機向けビーマニシリーズはこの2年後の2010年に発売されたプレイステーションポータブル版ポップンミュージックポータブルまで間が開くことになった。ありがとうございます。